ナンバー、愛ならヘリコプター飛ばしてるかもって思いましたが、裏話聞けてよかったです。飛べ芸能事務所のオンライン番組、飛べ版が、昨日公開された第3弾で視聴者を笑顔にさせました。三宅県、北山博光、大東拓を含む13人のメンバーが登場し、その豪華な共演ぶりに注目が集まっています。番組では、ナンバー、愛のデビューシングル、ゴートのミュージックビデオ、MV にスポットが当てられ、 特に神宮寺雄太君のヘリコプターバックでのラップシーンにファンは驚きました。彼の言葉からは、臨場感あふれるヘリコプターの飛行が CG 技術の賜物だったことがわかり、視聴者はその技術と想像力に感動しました。映像のサプライズには平野紫耀君も触れ、試写中にヘリコプターが出てきた瞬間には驚きましたと語り、スタジオの雰囲気が一気に盛り上がったエピソードが明かされました。 岸優太ーくんも、クレイジーなキャラクターを演じさせてもらいましたと振り返り、制作人とタレントたちの努力の結晶である MV にファンは感動しています。昨日の止め番安定に笑った、北山くんの、予算全然ちげーじゃん、のツッコミも面白かったし、3人の告知のバラバラさ加減も相変わらずで笑ってしまった、MV のヘリーバックに歌う神宮寺くんはマジでかっこよかった。ナンバー、愛の新曲についても触れられ、デビュー曲。 ゴートは全編ラップで構成され、力強いメッセージが込められています。MV では、スタジオだけでなくビルの屋上でのパフォーマンスも披露され、そのスケール感と独自性が多くの視聴者を引き込みました。さらに、戸部東京ドーム公演、3月14日から17日に向けた準備状況や、各メンバーの近況も紹介され、13人の個性的なメンバーが織りなす興奮と感動の一夜に期待が高まります。 番組内で紹介された MV の再生回数が本日15日午前8時で約3472万回に達していることも報告され、トベのクリエイティブなエネルギーとタレントたちの魅力が共鳴していることが証明されています。この驚きと感動の番組に対するファンのコメントも相次いでいます。視聴者たちはヘリコプターの CG 技術に驚きつつも、そのクオリティに納得しているようです。 番組を通してメンバーたちの笑顔やエピソードも共有され、ファン同士の交流も広がっています。一部のコメントでは、国内だけでなく海外のファンも MV を絶賛しており、ナンバー、愛の国際的な注目度が高まっていることが伺えます。これからもファンは、トべの新たなエンターテインメント番組、トべ版を楽しみにしていることでしょう。トべは芸能の裏側やタレントたちの素顔に迫る贅沢なひとときを提供しており、 そのクオリティの高さは視聴者にとって心地よい驚きと感動をもたらしています。飛べ版を通じて飛べの新たな一面が垣間見え、これからの展開がますます楽しみです。番組の魅力に引き込まれた視聴者たちは、新たなエピソードを心待ちにしていることでしょう。